で明日読みに参ります。こちらご覧いただきたいんですが、夢中になって競技に取り組む、これ課長さんや部長さん、まあ、係長さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、今ですね社内運動会というのが再び脚光を浴びているということなんです。企業が期待する効果とは。この大不況の今、なぜか社内運動会が大ブーム。大人たちが真剣に走り、飛び、転ぶ。サキヨミが掴んだだけでもこの春およそ100社が運動会を決行。中には横浜アリーナを貸し切り一大イベントにする企業も現れた。活性化を図るために何か、そういうイベントがないかなと。そんなブームにあやかり、運動会の運営を請け負うビジネスも業績を伸ばす。3年ほど前からですね、やはり運動会というのをご希望されるクライアントさんが多いですよね。派遣切りや賃金カットが当たり前の時代、サキヨミは取引先まで招いての800人の大運動会に密着取材。忘れ去られた日本の伝統行事、社内運動会は今なぜ復活するのか。そこには企業の意外な戦略があった。今年初めて社内運動会を開催するという都内の精密機器メーカーを訪ねた。社員およそ100人、ダイヤモンド加工技術では世界トップレベルのものづくり企業だ。突然運動会をやろうと言い出したのはこちらの小山社長。運営は専門業者に依頼したものの、その意気込みただごとではない。原則論はちゃんと決めたルール通りにやるから、例えば何回やってもできないっていうチームがあった時に、あ、もういいですよってこうやりたくなるじゃない。そこで巡っちゃうとつまんなくなっちゃうと思う。ちゃんと一回決められてルールでやりましょうっていうふうに言ったら、それはちゃんと最後までやるっていうふうな MC をやってほしいわけ。尋常ならざる熱意に社員たちは戸惑うばかりだ。びっくりしました。この年になってまさか運動会をやることになろうとは思わなかったので、あんまり乗り気ではなかったですね、はい、怪我とかいう心配もありますって。もちろんこの会社も不況の影響で売り上げは落ちている。それでも運動会をやりたいわけとは。やっぱり IT 化が進むことによって便利になって、もっとたくさんの仕事ができるようになって、コミュニケーション機会というのはどんどん必然的に薄れていってるんで。実は今多くの企業が社内のコミュニケーション不足に悩んでいる。報告はメールで済まし、必要以上の人間関係を望まない時代だからこそ、運動会で社員が一丸となるきっかけを作れないだろうか。だがそんな思いとは裏腹にいまいち盛り上がらない。そこで社長は社員たちをある場所へと連れ出した。近所の公園で運動会の練習だ。都会のど真ん中で大の大人が大縄跳び、これが意外に盛り上がった。ちょっと、実は社長には運動会にかけたもう一つの思いがある。彼はいわゆる2代目社長。広告代理店を辞め去年後を継いだばかりだ。父の時代は今とは大きく違っていた。カリスマ的な父親のもと、社員たちは家族的な絆で強く結ばれていた。ものすごく一枚岩になっているような感じがして、やっぱりビジョンとかそんなも経済用語とかのビジョンじゃなくて、もうこの男に惚れた、この男についてくっていう形でやってたんで。あの頃会社にあふれていた活気を今こそ取り戻したい。新米社長の挑戦、果たして吉と出るのか。一方30年近く毎年運動会を続けてきた企業もある。新潟の大手暖房器具メーカー、従業員は448人。運動会は多くの取引先も参加して総勢800人を超えるイベントになるという。その費用およそ200万円。
会社の売上の大半は石油ファンヒーターによるものだ。国内シェア 60% という実績が堅実なブランド力を物語る。大会2週間前ともなれば、連日仕事が終わっても社員は準備やリハーサルに追われる。こちらは応援団のリーダーたち。応援合戦で披露するダンスのチェックに余念がない。小学校とか中学校以上にみんな真剣なんで、いやーすごい刺激ですよね。やっぱりあの部署を超えたいろんな人とこう知り合えるというか、仕事以外の面でいろんなことを知り合える、はい、創立は1964年。当時の社員はおよそ30人だったが、石油を気化して燃やす独自の技術を開発し、前社長のもと業績も社員数も堅実に伸ばしてきた。そんな前社長の鶴の一声で運動会を始めたのが1978年。当時は多くの大企業に運動会があった。以来30年、アメリカ型の合理的な経営がもてはやされた時代も運動会はやめなかった。それはまるで派遣切りやリストラを一切しなかった会社の意地のように。中でも伝統は前社長の趣味で始まった相撲だ。優勝すれば社内のヒーロー。その大一番に誰より闘志を燃やすのはプレス課の河村隆弘さん。新入社員だった一昨年見事優勝を飾ったが、去年は1回戦で不覚を取った。練習とか、はい、なんかやってるんですか？練習はそうですよ、やってますね。どんなのやってるんですか？走って、車押したり。車押す？晴れ舞台のために続けてきたあぜ道での車押し。体力を生かした押し相撲で栄冠を狙う。運動会に向けて盛り上がっているのは取引先も一緒だ。バーナーの部品を作っている工場を訪ねると、休憩室に社員全員が集まって応援合戦での振りを合わせていた。優勝目指して頑張るぞ。運動会だよ。そしていよいよ29回目となる運動会が始まった。参加者は実に837人。31の部署と22の取引先工場が4つのチームに分かれて得点を競い合う。さすがに29回目ともなれば社長の言葉も余裕しゃくしゃくだ。チームワークってのは一人でできてくるもんだと思うんですよ。なんかチームワークを良くしようと思って意識しちゃダメなんじゃないでしょうか。人って、まあ、学校の時もそうじゃないですか。その勉強は あんまり、ね、得意じゃないけど、でも運動会になると元気になるやついるよって。でもそれもみんなが認めてくれたことじゃない。 あいつ早いんだよねっていうのも、それもその人の存在感っていうか。最初の種目は徒競走。同僚や家族の声援を受けて全力疾走。800人全員が走るのだが、年長組にはちょっときつい。前半の目玉、応援合戦には侍ジャパンのパロディーも現れた。おたけびはもちろん、黄色組と不況不良弾頭の3つをぶっ倒すぞ。確かに弾頭はファンヒーターの敵だ。給料上げてね。打ったら給料上げてよ。頼みますよ社長。社長お願いします。嬉しいファインが出ました。ピッチャー大球投げ、さすが。運動会は普段顔を合わせない家族同士の交流の場にもなっていた。行事は式守虎之助殿となります。そしていよいよ運動会の大トリを飾る相撲が始まる。
車をして万全を期したあの川村さん、1回戦は順当に勝ち上がり、迎えた2回戦。残った残ったはっけよー、残った残ったよー、はっけよー、残った残ったはっけよー、残った。番狂わせ。来年またやるしかないんで、来年こそ本当に取り返したいと思います。大荒れの土俵を制したのは、取引先であるメッキ工場の社員だった。運動会に社員も取引先もないことを、この惜しみない拍手が教えてくれる。一方、初めての運動会にかけるあの2代目社長は、大会前日、社員総会を開き熱弁を振るっていた。チームワークでやるっていうと、本当に組織が強くなりますから、チームの雰囲気が良くなって、それでチームが強くなる。何度も口をつくチームという言葉、果たして明日その思いは社員たちに届くのか。迎えた当日、優勝チームにはこの A1 トロフィーと賞金20万円を贈る。社長、賞金も奮発した。思わず盛り上がるのは海外から駆けつけた外国人チーム。よーい、まずは運動会の定番、ムカデ競争。運動会という概念さえない外国人はこのへんてこな競技に大盛り上がり、一方日本人はというと、しかし競技が進むにつれて、徐々に徐々にスイッチが入り始めた。逆転劇、奇跡の逆転劇できますから、今一緒した。盛り上げて盛り上げていかないと、ここで気持ちを切り替えて。もう賞金も役職も関係ない。気がつけば誰もが年を食った少年少女だった。社長がつぶやく、あのチームがとかコミュニケーションとかって言ってたんですけど、まあ、見てたらなんかそんなの関係ないかなと思って、やっぱりいつもやっぱり一緒にやってる仕事の仲間とああやって騒いだりするのが面白かった。社内運動会、それは日本企業がなくして初めて気づいた宝物だったのだろうか。いや、皆さん楽しそうですね。とりあえずね、まあ、和杉さん本当にあの、うん、されたかが運動会、されど運動会という感じですね、はい、そうね、うん、なんか若者のでも表情を見てると、はい、なんかなんでやるのかなっていう人も多分最初はいたかもわからないんだけど、うん、なんかだんだんこう熱狂びてきて、はい、横島な考え方もわからないんですけど、やっぱり社長がそのコミュニケーションってすごく言ってたんで、うん、ある意味その終身雇用をなんか確約してくれそうな会社に見えるんですよね、うん、僕は、うん、まあ、あの従業員を大切にしてるっていう思いはね、池上さん、あるいは従業員の人たちにはこの運動会を通じて伝わるのかもしれませんけれど。そうですよね、はい、それから取引先の人がお相撲で優勝したでしょ、うん、もう翌日からその取引先行けばその話で当分話盛り上がりますよね、うん、こうまさにコミュニケーション作れるんですね、はい、まあ、ある種昔の日本の企業の形にちょっと回帰している部分もあると思うんですけど、でも現実の経済環境ってそれが通用しない段階になってるじゃないですか、うん、はい、だからあるそれをイメージとして与えてるんだとしたらちょっと見せかけになっちゃうし、うん、なんかその高度成長の時とはやっぱり違うはずなので、はい、うん、何かやっぱりあの社員の側に会社と一体にならないと自分の身が守れないっていうようなちょっと不安があるような部分も、まあ、もちろんあと 1+1 が3になるようなチームワークので今の危機を乗り越えようという気持ちも半分ぐらい入っていて、それはミックスされてるんじゃないですかね、まあ、あの社員はコストかあるいは資源なのかという議論がありますけれどもね、少なくとも、はい、資源と捉え出したという側面はあるんじゃないかなと思いますけどね。